AT-6 SNJ T-6 T-6 的んは1930年代から1960年代にかけて使用されたノースアメリカン社製のレシプロコートを練習機。製造国アメリカの陸軍、海軍は元よりイギリスやイギリス連邦諸国で使用され、第二次世界大戦後は日本を含むさらに多くの国で使われた。 アメリカ陸軍航空隊では AT-6、アメリカ海軍では SNJ、英連邦諸国ではハーバードと称された。本機の元祖となったのは1935年4月1日に初飛行した名 -16 である。低翼単葉のタンデム福崎という形態はこの時点で確立していたものの主脚は固定式であり、機体も主翼以外はハフバリであった。 a -16 は、まず BT-9 の名称で量産が行われ、アメリカ海軍にも NJ-1 の名称で採用された。さらに、フランスや中華民国など数カ国に輸出されており、日本にも2機が見本として引き渡され2し陸上中間練習機開発の参考となった。また、オーストラリアは CA-1 ワイラウェイとして、ライセンス生産を行った。 この名 -16 をもとに、アメリカ陸軍航空隊の要求で、兵装訓練用の武装を、搭載可能とし主客も引き込み式となったのが名 -26 で、1937年に比較審査に合格し、当初は、基本戦闘練習機 BC-1 として、採用された。機体を、全金属製とするなどの改良を施した BC、BC-1A は、 間もなく高等練習機に統合され、名称も AT-6 となった。AT-6 は、アメリカ海軍にも SNJ の名称で採用され、空母への着艦訓練用に着艦フックを装備したモデルもあった。また、大量のパイロットの育成を必要としていた、イギリス連邦諸国からも多数の発注を受け、早期から大規模な量産が行われた。 この大量生産に対応するための工場がテキサス州ダラスに建設されたことからテキサンの愛称で呼ばれるようになった。操縦訓練だけでなく、対地攻撃、連絡、偵察、救難などに幅広く用いられ、1942年7月にはメキシコ沿岸で通商破壊船に従事するドイツ海軍の潜水艦の撃沈も記録している。 第二次世界大戦の終結後は、多くの機体が T-6G として再生され戦後の標準練習機となったほか、実戦でも活用された。朝鮮戦争では、後席に陸軍の偵察員を乗せて前線の敵後方に回り込み、低空から戦闘爆撃の誘導を行う、モスキートミッションにも従事した。この任務には当初 T-6F が使用されたが、 途中から T-6G を改装した LT-6G に交代した。フランスに供与された T-6G は、よくかにガンポッドやロケット弾を搭載し、アルジェリア戦争で対地攻撃に用いられた。また、第一次中東戦争では、イスラエルやシリアなどが、軽攻撃機として使用し、シリアは、後部席に、 重主席を設けるなどローカルな改造を施していた。他にも、ポルトガルの植民地戦争やインパ戦争では1970年代に入っても攻撃任務に投入されていた。第二次世界大戦後には、旧敵国であった日本やドイツにも提供され、最終的な使用国は40以上。 生産機数は各方合わせて15,495機に及び一部の国では1990年代に入ってもまだ現役にあった。保存されている機体や民間に払い下げられた機体には現在でも飛行可能なものが多く海外のエアショーではしばしば飛行する姿を目にすることができる。また、リノエアレースでは本機のみが参加できる部門がある。 ハーバードマーク IIB 訓練空母セーブル艦上の SNJ-5C 日本では1955年1月から自衛隊への供与が開始され T-6DFG が航空自衛隊に167機海軍型 SNJ-56 が海上自衛隊に48機引き渡された中間練習機として使用されたが すでにジェット機の時代となっている高等練習機の T-33 や実用作戦機と、それに合わせて前輪式となっている初等練習機 T-34 との間に、お輪式の本機の過程が挟まるのは非合理的であった。その他の基本設計自体もさすがに時代遅れとなっていたため、航空自衛隊では1960年代に後継機の T-1 と交代した。 一部は航空救難軍に移管されて救難機として使用されたが、それも1970年までに退役し姿を消した。退役後所沢航空発祥記念館にて099号機が屋内展示されている。また、浜松広報館では0105号機が屋内展示されている。海上自衛隊では1960年代に ケム -2 との交代を終えた後も数機が連絡機としてしばらく使用されていた。聖浜基地にて保管されている T-6F011 号機は2015年現在国内唯一の飛行可能機である。エンジンは常にオイルを入れており年に数回エンジンの指導を行っている。しかし自衛隊でレシプロ機の操縦資格が取得できたのは ケムマイナス -2 が退役する1989年までであり、合法的に操縦できる隊員は次第に少なくなっている。単発定翼のレシプロ機としてオーソドックスなスタイルと、簡易で頑丈な構造を持ち、アメリカ軍の払い下げが多数流通し、低価格であったことから、戦後の映画において改造、または無改造で各種の機体に噴して出演している。 特に霊式艦上戦闘機風の外観に改造されたものが有名である。日本の戦争映画では自衛隊が協力し、訓練機を教官が操縦した映像を使った作品も多い。ありがとうございます。